ガス漏れとみられる爆発で1人が死亡しました。今日午前9時ごろ、福島県郡山市の飲食店で爆発事故が起き、1人が死亡、18人が重軽傷を負いました。爆発が起きたのは鉄筋平屋の建物で、爆発により壁などは吹き飛ばされて全壊。周辺の建物もガラスなどが割れる被害がありました。警察などによりますと、この店ではプロパンガスを使っていたということです。警察はガス漏れによる爆発の可能性があるとみて調べています。